島5レーススターターが台に上がりました。ご覧いただきましょう。福島競馬場第5レースはメイクデビュー福島2歳の新馬戦、芝の 2000m、 10頭のデビュー戦です。強い日差し、開催最終日の福島、ここから午後の競争、各馬がコースに入った時は午前中とは逆の4コーナー向きの4コーナーからの風に変わったんですが、またその旗の向きが2コーナー側からになり、今はだらりとその旗が垂れ下がっているコース中央です。出走メンバー10頭のゲートイン、最後10番ゲートにサトノレイズ、リーチザクラウン3区のサトノレイズ、今10番ゲートに誘導を受けて収まります。スタートしました。1コーナーを目指します。2番のフォローウィンドが好スタートを切りました。外からは8番のアスプリージャ、間に4番のカズタンジャー、1番のアストラルフロー、後位の外からスーッと前に接近してきたのが10番のサトノレイズ、3番インビジブルセルフは初手中段、外に9番エセルフリーダが行って後方3頭、6番リリエンフェルト、5番ペイシャービスケッツ、7番フランクエフェクト、10頭4馬身ぐらいの圏内の大きな集団を形成して1コーナーを回っていきます。スタートからの 600m 地点を37秒くらいで行きました。前は2番のフォローウィンドです。リード体半分から1馬身ほど、8番のアスプリージャが2番手、外の3番手10番のサトノレイズ、ちょっと頭を上げているか、ジョッキー促しています。位置を3番のインビジブルセルフが上がっていって先頭に接近、先団4頭がここでずらりと横に広がりました。この4頭が1列目という感じです。最初の 1000m 63秒で通過、2列目に4頭います。7番のフランクエフェクトは外、間には9番のエセルフリーダ、インコースに6番のリリエンフェルト、この争いから1番のアスタルフロー遅れました。4番のカズタンジャーと5番ペイシャビスケッツが後方進んで3コーナーにかかります。前は2番のフォローウィンド、おそらく打ち出し沿い、リード1馬身ほど、やや内を開けて外2番手8番のアスプリージャと10番のサトノレイズ、 3,4 コーナー中間にかかります。その後1馬身差4番手、外に3番のインビジブルセルフ、間に6番のリリエンフェルト、内から9番のエセルフリーダ、スルスルと位置を上げつつあって4コーナーにかかります。前は6頭1段、先頭2番のフォローウィンド、やや外に持ち出した先頭、外から3番インビジブルセルフ、ネジ伏せるように前と接近、内からは9番エセルフリーダ、3頭の攻防に変わりました。3頭の争い200を切って、中2番のフォローウィンド、わずかに先頭ですが、外から3番のインビジブルセルフ、内9番のエセルフリーダ、3頭の追い比べまだ続いていますが、フォローウィンド、インビジブルセルフ、3番手9番エセルフリーダ、前は2頭が並んで降臨、最後は並びました。2番フォローウィンド、3番インビジブルセルフ、デビュー勝ちはどちらか。3番手に9番のエセルフリーダです。逃げた2番のフォローウィンド、外からねじ伏せるように捕まえに行った3番のインビジブルセルフ、長野武蔵、戸崎啓太、2頭2名のジョッキー、ゴールのところでぴったりと並びました。9番のエセルフリーダが3番手、時計は2分3秒7です。ゴールまでの 800m は49秒0、 600m は37秒1でした。ゴールまでの 800m49 秒0、 600m37 秒1、上がりのかかる福島最終日の芝 2000m 戦、デビュー勝ちはわずかに外、3番インビジブルセルフとお伝えしておきます。戸崎啓太騎手、この夏の福島14勝目、1着3番のインビジブルセルフと上がりました。2着2番フォローウィンド、3着9番のエセルフリーダ、4着7番のフランクエフェクト、5着6番リリエンフェルトです。難しい動きもあるレースだったと思うんですが、はい、最後ね、見事な差し切り、3番のインビジブルセルフがわずかに勝利をつかみました。フォローウィンド2着3着エセルフリーダです。3番2番9番は1番人気、4番人気、5番人気です。単勝3番 1.9 倍、枠連23 7.5 倍、馬連2番3番 6.7 倍、馬単3番2番 9.7 倍、三連複2番3番9番 16.6 倍、三連単3番2番9番
45.0 倍です。確定までお待ちください。中京5